ブロンニッツの文章ブロンニッツイ、ロシア語、ブロンニッツは、ロシアモスクワ州の都市。モスクワ側の左岸にあり、首都モスクワからは南東へ5 7トルの距離。最も近い町はラメンスコエで、ブロンニッツの北2 0トルにある。人口は2002年全ロシア国勢調査で18,232人。ブロンニッツには、村落が15世紀には存在しており、 1453年の記録では、ブロニチの名で登場している。モスクワから、リャザン、アストラハン方面を結ぶ街道の宿場町、市場町として栄えた。サーリヒョードル三世はこの地に馬を飼育するための大きな厩舎を置いたが、馬の像は今も死の紋章に表されている。町のシンボルである大天使。 ミカエル聖堂は1697年から1704年にかけて建てられた。ピョードル3世のイボテイピョートル1世はこの村を友人のアレクサンドル・メンシコフに与えた。1727年にブロンニツィワツーリ領へ戻り、エカチェリーナ2世の地方行政改革により1781年に死となった。この時代に新古典主義建築の建物が築かれ、今も残っている。 また18世紀末には、すでにいくつかの工場があるなどの繁栄を見せた。1812年には、ナポレオンの対ロシア戦役で大きな被害を受けたが、19世紀には再び、経済的に重要な町となった。ブロンニツには、軽工業や食品工業などの工場がいくつか、立地している。モスクワコロムナヤ山、ペンザサマーラウファを結ぶ高速道路 M5 が、通っており、 モスクワを取り巻く、環状道路 A107 が交差している。また、モスクワとリャザンを結ぶ鉄道には、ブロンニツ駅があるが、この駅は、市の境界の中にはなく、ブロンニツの中心部から北へ1 3キロメートル、離れている。ありがとうございます。